ホワイトスターの続きですね。前回5個終わって後半戦。カシオペイア。うむ。このステージは最後に本当？このゴールの仕方ってなんだっけ？紫を二人乗っけててもゴール判定ならないのか。なってんの？手前が手前、奥に行って戻ってくるっていう切り返しをすると、奥の人を先に手前に持ってきてしまうからうまくいってない。裏側から座席が一つでも一人乗って一人降りるだったらあんまり意味がない。先に乗った人がこいつに近づいてしまう。こうやって囲うと、これはもう入らない。俺がこっちに入るはあるのか。あるわ。なるほど、あるかも。こいつがここか。あるね。これは、ちなみに今のこのルートだと、
この子をここに持ってくるのが辛いかな。これを拾ったら、ここで二人拾って、ここに一人下ろして、順番としてはこれでもいい。一人目が降りて、一人目のところにこれが乗っかってたから、よくうまくいかない。良さそうなんだけどね。これはどうなってる？二人乗せて、あ、ダメだ。いや、一人目がここに来て、こいつが一両目に乗って、そいつもここに来て、ここに降ろすやつが今いない。奥の人が一人目に入ってるので、奥から入れ、で、今手前が残ってるので、このルートこいつ救えないんだよね。こっちに入ると、何がダメなんだっけ？こい、一人目がここに入りました。こいつは二両目で、こいつが一両目に乗りました。だから、一両目をここに持ってかないといけません。もう無理っぽいよな。この動き方って無理っぽいのよ。だから、両端をこうやって回るのはダメ。だけど、考え方としてはこのどっかにある。で拾ったやつをあっち持っていく。拾う順番は別に最初じゃなくてもいい。だけどここを回るのが1回しかできないので、こっち側の道を潰すともうアウト。だけどあいつらを取っていくにはそこの道を通らざるを得ない。こう来た時にもうこっちには行けないんだよな。最初にこういうアクセスの仕方をしてるのがダメっぽい感じはある。こういうなんか紫色は別に関与しなくて、オレンジの道がまだ決まってない。選択がそんなにないんだよな。こうやって回ってくるか、こうやって抜けてくるか、しかない。しかない。こう入るのはもうないし、こう行くのはなんかよくわからんな。横にスライドする。横にスライドするだけ。
それってだってこれと変わんないんだよ、やってること。ここがどうせ通れないし。を通るとこれを取りに行けない。なぜ取りに行けないか、なぜ取りに行けないかというと、こっから入ると順が逆で、だ順が逆にならないためにオレンジ色を先に拾えばいいわけよ。こうすると1両目にこいつが乗っ、ちょっと待って、今どうなってる？こいつが1両目、こいつが2両目に乗ってんだよな。で、じゃあこいつがここで降りるから、これが1両目に乗って、これが2両目に乗って、で、ここでこいつはここに降りて、これが2両目に乗って、で、今2匹いるから、ここで1両目下ろして、ここで1両拾って、1両目下ろして、で、2両目下ろして、残ったこいつ拾ってこうか。あ、できたできたできた。これすごい綺麗にはまったね。OK。解き方によっちゃこれを最初に考える人出てきそうなぐらい綺麗なはまり方したな。ペルセウス。ワープ。オーマイガこれがここ。この二人が対象の場所に乗せたい奴ら。紫絶対無理だね。これでいいけど、ここはもう終わったな。
ダメか。これを拾うためにここを回るのはなんかきついな。おう、あ、違う違う違う。オレンジの場所違う。ここだよね。ここだと思ってた。違う。まあ、だからこれも違うじゃん。間違えてるよ。こいつなんだって。内側が内側。内側が内側。お、回ってきたらどうしようかな。紫はもうこれで考えなくてよくなって、オレンジ色の配置だけはなんとかしたいやねーってなってて、こいつ拾ったらここに置いて、あれできてんじゃない？ここであとこの二人拾ってできたんじゃないのかこれ。あ、いいよねいいよね。オッケー。これはそんなに難しい感じじゃなかった。最初の本当に最初が決まれば、あとは後半割と最短距離作るだけでいけたね。こいつが逆。これは拾ってもいい。拾わない方がいいのかな。わかんねえ。こうすると一番奥のやつを拾って、あ、ここ奥いたじゃん。で、そしたら、あとは紫は考えなくていいから、いや、ここでこれをすると紫拾えないからダメだ。こう渡る。そうすると、回れなそうな感じがするな。これ3人いるのにこいつはここに置けないからねっていう感じで終わる。最初にこれ拾っとくと、これでこれを下ろしたみたいな感じになって。
で、この二人を乗せて、こいつはあっちに持っていくだから、一つ目だけは下ろしてもよい。ダメだ、ここで下ろしちゃダメだ。このルートやとここを通らないといけなくなる。二人乗っけてんだからこれを拾えないでしょ、今。先に下ろす。ダメダメ。ここで下ろすと、ここでこいつは降りちゃうから、このルートは正解っぽい感覚ね。関係ない人たちをどんどん入れてってあげればいい。これがここに入らない。下抜けていくしかないのかな。関係ない2人か関係ない2箇所に乗って、ダメだ、これってもうこいつ拾えないわ。これを拾っ、関係ないこの二人組を拾って、ここに入れ、こいつとこいつを拾い、ここに、あれ？どうでしょう。ああ、じゃあ二人入んないじゃん。こいつと関係者はここに入るでしょ？で、こいつ拾ってここに入れ、だから、ここいらなくて、こうなって、まあ、もっといらない。このぐらいでもいい。了解です。ん？二人乗っけてんだから。いや、まあ、いっか。で、ここに行って、一人下ろして、これの、この二人を拾って、ここ入れて、こいつはここに行きたいんだから、無理かな。行けるかな。まずここに下ろして、今これで2人降りたから、この2人をこことここに置いてクリアか。間違えてるね。間違えてんのこれ。一人こいつがここ行くでしょ。でこいつがここ行くでしょ。ああ違う子が乗っちゃった。なるほど。そっか、一両目空いたからか。こうすれば、ここで下ろさないわけだから、2両ずーっと来てるよね。で、初めてここで1人下ろして、ダメだ、そうそう、ここで2人拾えないか。ここで1人、ダメだね。
関係ない子が乗るなら関係ない子が乗るなりの動き方をしてるとかでもいい。例えばこういう。2両目。あ、いけてるじゃん。よし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 。微調整ですんでよかった。次。オリオンの銃。まず。これって俺答え見たんじゃない？なんか解けなすぎて。これだとこいつがここに入っちゃうからダメかな。マジクロス一本で。ここの二人がターゲット。ターゲットゴールはこの二箇所。マジか。むずいな。これはむずい。ちょっともうこれヒント見ていいか。ヒント。足の動き方は。こう。つまり、大切な人はまだ一回も拾ってない。この二人を拾ってゴールに向かうみたいな考え方なのかな。今、え、ちょっと待って、この状況？今、関係ない人を拾ったからここに持っていく。持ってって、関係ない二人拾って、ここに持ってって、関係者の二人持ってって、こうするか。いや、答え見るとマジで簡単なんだよな。これはその最初にあいつらを拾いましょうが見えないと地獄を見る。じゃああとはあと2問。ノバの B さん。2両で紫がそこに行け。よくわかんないけど今はダメなんでしょ。なるほどね。今は全然違う。ちょいや、8か。さっきどういうルートだったか、そもそも。なるほどね。一つだけ汚すのをやってんのか。一つだけ汚して、こっちに出てきてんのね。なるほど、なるほど。一人乗せ一人下ろす、一人乗せ一人下ろす。先頭の一車両だけが汚れてる状況。この2箇所が埋まった。こっちの加工で終わっててもらってよくて。で、
この子がこう来るのの手助けをしたいから、これ上の子が帰ってこれないな。これ上の子二人乗っけると帰ってこれない。あ、これでいけたのかな。こいつがこうで、こいつがここじゃなくて持ち越してここに入って、こいつがここに入って、こいつ拾ってこっち入れて、残った2つの席をこいつとこいつが占領する。 OK、 いけたんじゃない。これずっと1人ずつ乗ってんじゃない。後ろの席汚れないはず。なんか歯車が狂っている。終わったと思っている路線を間違えてるな。ここに乗せないわけにはいかない。ここと。ここと、ここが埋まって、こいつこっちだから、まあ、じゃあ最後は、あれじゃない。この2箇所でしょ。じゃあこうでいいかな。置き方間違えてる。違うじゃん場所。何を見てんだよさっきから。こいつをここに下ろしていい。だこいつはここで降りてよくて、今空の2人だから、これがここ来て、これがここ来て、残りの2匹でこう。え、これでいいの。勘違いしてるって。助けてくれ。何が間違ってんの。この子はここに乗って、この子がここで乗って、左側終わって、二人組が乗っかっ、下を通ったからか。こういうこと？あ、違う。二人乗らないから。ああ、下をこうぐわーっと行ってると、こいつが先に降りちゃうからダメなんだ。あ？じゃあ、崩れたな。オレンジ色を拾う方法がないってこと？だから、やっぱこの子を乗せたまんまにして、そうすると、今誰も乗せません。紫がここに乗った。オレンジ拾って、オレンジ乗った。これ拾ってここに入れた。じゃあこれをどうするのになるから。最初にこうすると、これがここに入るでしょ？で、これ拾って、こう入ると、ここの2箇所入るから。が嫌ならこうでもいいよ。そうすると、この2箇所入るから、これがこれで、どうやってこれいこうかな。だいぶ違うのかなこれ。左側が足りないぞ。左側4つを、これをこう拾ったらダメなのか。どうなるのこれ。
これが これがこう来て、ああ、馬だな。で、これが乗っかって、こう入って、これがこう、これがこうで、最後に、これが、今入ってないのは、ここだから、このルートでは入れないってこと？ここが入ってないようにしたいから、これがこうなんじゃないかな？こうかな？今度はどう？大丈夫かな？オッケーオッケーオッケー。このステージかなりあれだよ、制約が厳しいから、緑色を2人同時に乗せることはできないけど、緑色をなんとかこのどっちかで消費、左側の2人をこういう乗り方で消費しないとダメだよねっていうのが分かってるから、このステージそんな難しくないんだよな。あとはもう1人1個乗っけてくっていうのを路線組むだけだから、制限があるから簡単。で、こうなった時にラストステージでこうなって、つまり、この状況でもクリア1000回ということを問われてるわけか。で、すいません、ここはもう答えを見てしまいます。この状況でクリアする手段は、こうなって、拾って戻って、降りて、拾って、下ろして、ああ、ここで？ここには行けないから、上行ってもう一人拾って、降りて、下ろして、拾って、この二人組をここで下ろして、ゴール。なんかあやとりみたい。あやとり。あやとりって。で、私苦手すぎてできなかったな。三次元的な物体がクロスするものを考えるのがマジ苦手だな。このゲームさ、二次元上ならまだいいのよ。やっぱりクロスする線路っていう三次元的に交わるような物体、三次元じゃないけど、まあそういう物体が出てきてしまうと途端にわけわかんなくなるな、私は。後半はまあそれ推し、メインギミックとしてワープポータルと、十字の路線っていうのがプッシュされてるから、とても辛い面は多かった。これで全完全クリアなのかな。なんかラストステージはちょっと求めてることよくわからないので、もう最初に一本も一本も自力で完成できなかったのはまあちょっと心残りではあるんですが、答え見ても別にあんまり後悔はしないタイプのゲーム性なので、そこは私は OK です。まあ、僕はあくまで自力で解くっていうことにはあんまり執着はしてないです。できるだけはやろうとするけど、自分の中に天秤があって、なんかその自力で解きたいっていう努力をする価値と、もうこれ以上やったらこのゲーム嫌いになるっていう価値観の天秤をかけて、そこでもう嫌いになるって思ったらもう答えとかヒントとかを見てしまう。のありっていうぐらいの感じですね。これを自力でやるのはこれを自力でやるのは辛いだろうな。
と、実績はこれで全てアンロックしたってことになってます。最終ステージの解き方が4つ書いてあったけど、4つやる必要は別にないのかな。2本2本でこう、競り上がってくるから、まあ、適切なものを適切なタイミングで選んでればいいよっていう感じかな。はい。というわけで以上で、コズミックエクスプレスですか。コズミックエクスプレスでした。数年前にたった一回やったっきりで、それ以降、そう、最初にこのゲーム、だって、わからないから挫折したんだもん。さて、最初に。ここだっけ？あ、これこれこれ。この線が引けなくて、挫折して4年ぐらい経ったからね。再出発して、案の定、解けない時にどうすればいいかわからないから、解けないままじゃん、みたいな。なんかそんな感じだったね。今見るとこれもだいぶ可愛いステージ。そんな難しいことではないんだろうな。本当かな。難しいと思いますけど。この二人がいて、一人ここに乗っけて、後ろの一人だけ拾って、ああ、だからこの辺って、たぶんまだあれなんよ。え？これ一両じゃん。じゃあ、一人拾って一人下ろす。一人拾って一人下ろす。一人拾って、これを拾って、いや、これ下ろしてるでしょ？とか、下ろして乗ってるっていう、このタイミングのこのアクション？知らなかったのかもね、もしかして。そういうのが脳内でできるという前提がないまま進んでたら、あ、違うじゃん。違うじゃない。違うじゃない。普通に俺の能力が足りなかっただけじゃん。乾杯です。お疲れ様でした。終わり。あ、で、なんでコズミックエクスプレスをもう一回やったかっていうと、まあ、この作者の次の新作が、なんだっけ、コズミック、なんだっけ、コズミック倉庫ボンドだっけ、倉庫ボンドエクスプレスだ。倉庫ボンドエクスプレスという、あんまりこのゲーム性とは直接関係はないんだろうけど、どちらかというと、スペースシムみたいなゲーム性なんじゃないかなって思ってるけど、それがね、2024年にリリース予定ということで、まあ、体制つけとこうという感じですかね。で、嬉しいことに、このコズミックエクスプレスをクリアしたことによって、私はここのパブリッシャーが出しているゲームをすべてやったんじゃないかな。動画としては、雪だるまのゲームは残してないけど、動画投稿する前にやっちゃったから。それ以外の、モンスターズエクスペディション、ボンファイアーピークス、コズミックエクスプレス、倉庫ボンド、このあたりのものはすべてやったので、このパブリッシャー、まあ、ここのパブリッシャーというかドラッグネックさんは、パブリッシャーっていうのもあるけど、開発者でもあるし、パズルゲーム界のクリエイターを束ねてる重鎮みたいな人でもあるからね。とんでもねえ人です。で、それでいてやっぱり作る質が、こう、うなずける。いいものしか作らんみたいなタイプの、すごい人なんだよね。うん。この人のゲームの中だと、でもやっぱりモンスターズエクスペディションが僕は一番やっぱり好きかな。とっつきやすさと、雪だるまのとんでもない難しさっていうのがバランス感覚がいいと思うんですよね。このゲームは、このゲームと倉庫ボンドとか初期のこの人の作品はシークレット要素がちょっとわかんないよっていう感じの隠し方してたりするし、なんかその難しさと楽しさのバランスがちょうどいいのがモンスターズエクスペディションなんていう感じがします。もう口が、
口が本当に回らない。はい、そんな感じ。お疲れ。